村がスタメンから外れました。3番に入っています、この脇屋。初球この脇屋に対してもストライク。このピンチの場面でもどんどんこの武藤がストライクを投げ込んできます。あ、ストライクゾーンで勝負できるんですよね。浅村選手ベンチいるんですけど、今この状況でベンチにいるということはまだ肩の調子あんまり良くないのかなというところですよね。昨日はゲーム途中で退いた浅村、その浅村ここまでまだ登場はありません。今日のゲーム脇屋に対してワンボールワンストライク、バッター当たりは右に切れました。脇屋選手も少しその前の森選手の打席の配球が頭にある分、そのカーブも警戒しているから当たりましたよ ね。この当たりはセンターの前、ヒットになった。ランナー一人、ちょっとセンターがボールを落としている。ランナー2人帰ってきました。あ、2点追加、この回2点取りました。ライオンズ6対4。ちょっと最後の球が甘く入ってしまったでしょうか。武藤でセンター榎本ですけれども、まずはこの脇屋のタイムリー、センターの前に運んでいきました。で三塁ランナーホームに帰ってきて、セカンドランナーは一度これ三塁で止まったんですけれども、榎本がボールをこぼしたのを見てまたスタートを切ってホームに帰ってきました。